僕の周りで、こう、専業ミュージシャンとして活動されてる方は、ライブをやって、まあ、お客さん来てくれて、で、その中に、たまにこう、楽器に興味を持ってくれて、レッスンに、通ってくれるようになるお客さんとかがいたりして、それで、なんかまあ、例えば、こう、人数がある程度膨れ上がってくると、グループレッスンとかやれば、まあ、大体あれですよね、1コマ、4、5千円ぐらいが相場ですよね、なんか、ミュージシャンの方のレッスン。そんな感じですね。はい。だからそれで、まあ、3、4人だったり、5、6人だったりっていうふうになってくると、まあ、1時間で、それなりにお金になったりとかして、っていう感じで、なんかこう、演奏活動やって、レッスンの、まあ、生徒さんが集まってみたいなのを、結構サイクルとしてされてる方が結構多いような気がしますね。なんかまあいろそういでろす。パターンはあるとは思うんですけど、やっぱ演奏活動だけでもなかなか難しいのかなっていう。やっぱ大体こう、レッスンもされてる方多いじゃないですか。で、なんそうかですね。僕の知り合いの専業のミュージシャンの方はもうそういうサイクルでやってて、なんかどれかが欠けてもダメみたいなことはおっしゃってましたね。そうですね。結構演奏をやってないと、やっぱ生徒さんとしても演奏してない先生になるのはどうかなって思ったりもされやすいのもあるし、まあ、で、実際演奏してないとなかなか、なんですかね、やっぱり腕がなまるじゃないですけど、やっぱ本番があった方がプロの人はいいと思うので、やっぱり、でも収入で言ったら、やっぱり、レッスンとかで、たくさん生徒抱える方が、まあ、収入は良くなるし、だいたいそういう二足のわらじじゃないですけど、音楽の中でやっぱ、いろいろ分散させて、収入を得てる人が、どうも多いみたいですね。そうですね。で、まあ、やっぱ、あと、やっぱ駆け出しの頃はバイトしてたっていう方がやっぱ多いですよ。特にマイナー楽器やってると、演奏しないと、演奏する場が結構 PR 活動イコールになってることが多いので。そうですね。やっぱりこう、生徒さんって、こう、どうやってこう来るんですかって聞いてみて、やっぱライブを見に来てくれたお客さんが興味を持ってくれて、みたいな話はよく聞きますね。確かに。ネットとかだとね、直接人に会えないんで、その奏者がどういうとこに行って、どういう感じの人かなっていうのは、ライブ行って終わった後にちょっと話したりする機会があると一番ね、人となりもわかりやすいんで、特に先生となると自分との相性も考えると思うので、そういう意味ではライブ行って、まあ実際、あ、この人がいいなって思った時にお願いしようかなとかで、そうやって、まあ教室とか入る人は、まあ割と自分の周りもそういう方がやっぱ多いですね。